疲れ様です。スケチャンネル、スケちゃんです。お疲れ様です。ちょっとまたまた、シャットダウンされちゃってまだちょっと1号線中途半端なところですけど、もう今静岡市の葵区まで来てですね、あの清水区のバイパス工事のところら辺で切れちゃって、気づいたら切れてもう出てね、詰まってるな。絞られると思うんですよ。でいつもこう渋滞するとこやと思うんですけどね。ちゃうかな、行けるか、右行こうかな、もう一回。はい、どうもスケちゃんですちょっと何回も切れてますけど、よかったらねぜひグッドボタンお願いします。もうちょっとね掛川とかに入るんちゃうかな、多分。工事まだか、右車線行ったろか、これ右車線行こうか、ただ単に左遅いだけか。羽鳥インター、また切れる、またシャットダウンすると思いますけどね、これ暑すぎて。
末まで70キロ。70キロか。1時半まで行けるかな。でもどっかで休憩せなあかんな。あーバイパス終わりかな。どこやここ。ここどこやとか言って、あ、なんか道の駅あんな。もうちょっとしたらここにはうず、うずの谷パーキング一回寄ったことあんな昔。道の駅ぐらいまで行けるかな。まあほんま浜松入りたいとこやけどな。休憩まであと1時間弱ぐらい。こんなとこ回ってくる。プロスペラ学院やって。プロスペラ学院、ビジネス学校。プロスペラ学院何すんねん。一瞬プロペラ学院行くの。でかくはないけど、でも結構山のところとかに老人ホームあるよね。うずの谷、逆さ川、十勝そばなあとか。あるわ、うずの谷。一回寄ったことあるかな、だいぶ前に。インター6キロ先。
かあの扇風機みたいなのついてるらしい、背中に扇風機やった。うわ対面になったわ。250m から対面工事しとるやないかい。
れや、これ藤枝の道の駅ちゃうわ、これ何、いや、八重菜パーキングそこやわ、あれやわ、八重菜パーキング道の駅ちゃうかった。あ、そういや、トイレしかなかったわJoy
士山静岡空港ってあるな。富士山静岡空港や。富士山とかもだいぶ離れてるけど。富士山だいぶ離れてるけどね。背中めっちゃ汗かいてた。そんな暑い今日。そんな暑い。いや暑いな。そんな暑いんですよ。今日暑いんですよ。暑いわ。暑いって汗めっちゃ暑い。暑い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 途中までね、ここまで行き
結局結局5じゃないかったな。5じゃないな。めっちゃ飛ばしていったな。慶応右車線から抜いていったけど、あ、ここやな。やっぱさっきのとこやな。乗ってんの5車線現象なもん。いつも混んでないわ。Gracias.
川市入りました。
で、なんでこんなにノロノロな。バイパスやばい。民間になんか第6サテヤみたいな建物ある。懐かしの。
な投稿みたいな。塩パン、これ塩パンも100円やって、小倉塩パンみたいな。
うわ、なんか出てきた。くちゃみちゃ、口からなんか出てきた。ああ。あ。そういや。充電してなかった。充電しながらやってなかった。充電したら余計熱なんで。ああ、めっちゃ熱いわ。もう切れるわ、多分。もうついコンビニ確実に止まらないか。
やっと休憩。お疲れ様でした。